こんにちは、キズナあかりです。最近寒くなってきましたので、家の中で完結する話題にしようと、あかねさんが言っていました。誤解です。そういうわけで、英語では結構ありますが、日本語では存在しない、HTX で飛行機を設定しよう、を始めようと考えました。需要がないから存在しないのでは？まあ、今は需要はないですが、将来発生するかもしれませんし。そんな感じで本日は、HTX ってなんだ、をお送りします。さて、本チャンネルの視聴者にとって、一番身近な HTX は、きっと、あかねさんの声で喋る、これでしょう。Welcome to HTX やで、スロットルワーニング、スリッピーワーニング、ギアダウン、ブラックアップ、ステビライズモード、ローレーズ、スラストディスエンゲージ。HTX は、主に空物コントローラーで動作する、ファームウェアもしくは OS です。現在、空物コントローラー界では、分業化が進んでおり、送信機、受信機、コントローラーの、それぞれを別の会社が作っていたり、好きなメーカーの組み合わせで使用したり、できるようになっています。例えば、NEC のパソコンを買うと、OS は Windows で、Word で文章を書いて、エプソンのプリンターで印刷したり、またはエレコムのマウスを使ったりできますよね。その Windows のような役割が HTX です。 HTX のメリットはいくつかあります。 1. メーカー内序列による機能差がない。 HTX という単一の存在なので、高額な上位機種にあって入門機には存在しない機能みたいのがありません。ただし、使用する送信機によってチャンネル数の上限が決まり、搭載メモリーの量で登録できるモデル数が違います。2. 古いモデルでも最新の機能が使える。10年前の送信機も最新の HTX が使えます。つまり、機能的には最新機種と同じです。ただし、動作が遅かったりするらしいです。3. HTX なら操作がみんな同じ。使うコントローラーのメーカーを変えても、中身が HTX であれば操作は同じです。つまり、操作を新たに覚える必要がありません。4. 好きなコントローラーで好きな送信機が使える。通常、コントローラーのメーカーが推している送信機が内蔵されていますが、外部に好きな送信機を接続できます。レディオマスターのコントローラーで TBS の送信機使うとか普通です。ただし、HTX が対応している範囲内です。うちの送信機も、よく見ていると、その時々で出ているアンテナが違うで。5. パソコンでモデルを作れる。パソコンでモデルデータを編集できます。大画面とキーボード、マウスが使えるので、非常に楽です。コントローラーの画面は現地用なので、小さくても OK です。逆に欠点は何でしょうか？ 1. どう考えてもパソコンが必須。どう考えても必須です。コントローラーを購入したら、パソコンで HTX の最新にアップデートするところから、すでにパソコンが必要です。2. HTX 自体が進化している。だんだんと機能が増えているので、常に学習が必須です。買ったままの状態が良い人には向きません。3. HTX 自体が難しい。難しいらしいです。らしい、というのは、私が他を使ったことがないので、判断できません。ただ、一つ言えることは、双葉とか使っている人とは、話が全く通じません。モデルの概念が根本から違うのは確実です。4. 自由度が高すぎる。利点であり欠点です。エキスポ設定するだけで、何通りも思いつきます。つまり、同じ機能でも、人によって実現している方法が、全然違うので、当てになりません。5. 英語。小さな液晶画面で動く前提なので、アルファベットしか表示できません。つまり、日本語の表示はありません。ただし、パソコンのソフトは日本語です。ただ、英語というより、専門用語の壁が厚いです。エキスポって、普通の人には通じない、という話です。さて、次回から、実際の説明を始めますが、コントローラーは、これを使用します。Welcome to HTX. これは、レディオマスターの、ボクサーというコントローラーのエミュレーターです。HTX の機種は、皆、このエミュレーターがあり、
購入しなくても操作を試せます。 PC 操作に特化したモデルエディターはさらに別に存在します。画面上部がコントローラー上部についている各種スイッチです。2段スイッチ、3段スイッチ、モーメンタリースイッチが再現されています。中心がジンバルとそのトリムです。下段が次回からの肝となるメニューとその操作画面です。実物をカメラで映して操作するよりこちらの方がわかりやすいのでエミュレーターを使用することにします。さて、それでは次回はホーム画面とシステムメニューです。次回も見たい人は高評価を押してチャンネル登録もしましょう。じゃ、またね。